真夏の管理方法についてご紹介したいと思います。バッサリと切ってリフレッシュしていいと思います、うん、バッサリ切りましょう。切り時ですね。ここからちょっとプロの一手間ですね。ぐさっ、そういうのやっちゃっていいんですか？やっちゃって大丈夫です。こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルの名室みどりです。今回は真夏のペチュニアとカリブラコアの管理方法についてご紹介したいと思います。真夏で暑くなりましたよねと言っても、今日はすごくなんか涼しい日になってはいるんですけれども、皆さんペチュニアとかカリブラコア育ててみて、雨でこう結構グタッとなっちゃったりとか、あと蒸したりとか広い葉っぱがねできちゃったりとか、いろいろなお悩みがあるかもしれないんですけれども、今日は真夏の対策方法ということで、まあ、切り戻しも兼ねていろいろとね、やっていきたいと思います。まずはこのカリブラコアの寄せ植え、なんか見たことありませんか？はい、確か。そう、これシンプルな寄せ植えっていうね動画で作り方を紹介したんですけど、うんうん、結構ねわさっと咲いてきたので、1ヶ月ちょっと前ぐらいに剪定をしています。でそこからまあ1ヶ月ちょっとでもうなんか咲き乱れてきているっていうところ で、ね、うん、またここで剪定をねしていきたいと思います。はい、すごく素敵な感じですよね。うん、ね、でもね、うん、ちょっと肌荷を見つけてしまったので、まあ、一回ねバッサリと切ってリフレッシュしていいと思います。は、う、い、ん。じゃあ切っていきますけど、切り戻しの動画は一回撮ってあるんですけれども、そちらの方をねぜひ参考にしてください。鉢から1センチ出るぐらいのところで切っていきたいと思います。はい。まずは周りからね。はい。はい、切ります。思い切りが大切ですね。そう、ブラキカムは可愛いからこのままにします、うん、ちょっとね密集しすぎているので間引いていきたいと思うんですけど、一枝をこう持ってもらって、それを下の方までちょっとたどるというか、うん、そして比較的根元に近いところで一回切ると、はい、これが、うん、ね、こういう感じで切れるじゃないですか、はい、でこういう感じで長めにちょっと何箇所かさらに切っていきます、ね、こういう感じ、うんうん、空間を空けてあげる感じですね。そう、はい、あ、本当だ、なんかすっきり。さっきこう見てたらほらちょっと茶色くなってね、ブラキカムがちょっと蒸れてるので、そのところも切っておきます、はい、よいしょ、そう、こんな感じでね、はいはい、ここもちょっと絡み合ってるので、ここもちょっとね切っておきます。こんな感じで、はい、あとはね枯れたものとかはお掃除しておきます。はい、さっぱりしましたね、うん、なんかもうこれでかなりね環境すごくいいので、お水をねたっぷりとあげていただきますが、はい、はい、おなじみのね、もうリキダスとかバイタルを使ってしっかりとねケアをします。はい、はい、そして次に虫らず、はい、ね、これも前回紹介しましたけれども、はい、やっぱりね嫌ですよね虫って。これからそうなんです、ね、だからこれを周りに巻きます。はい、はいはい、実際ねちょっと巻いてみたいと思いますね、はい、ペチュニア系の ね、カリブラコアとかはナメクジがね嫌ですよ ね、はい、でねこれ水に濡れるとちょっとまた巻き直さなきゃいけないかもしれないので、うーん、今ね3箇所にこう巻いたんですけど、はい、その間っこに追肥、はい、ね、していきたいと思います。はいはい、それでここからちょっとプロの一手間ですね。はい、何だと思いますか？何でしょう？新鮮な空気を入れる。はい。ふふーとか吹きかけるんじゃなくて、じゃん。お。つつき棒で株のと株の間をぐさっと
へえ、そういうのやっちゃっていいんですか？やっちゃって大丈夫です。株の中心だと株を傷つけちゃったりするので、少し縁の方でもいいので、へえ、5箇所ぐらいでいいかな。こうするとね、株全体がやっぱりリフレッシュします。これでまたもうね、早ければ2週間後ぐらいから花がちらほら咲き始めて、またね素敵な雰囲気になると思います。はい。そして一番最後、ハダネがいたの で、 そうです、ね、あのベニカの X、うん、ベニカネクスト、あれ、ベニカ X ネクストスプレーです。はい。あとねこれ、はい、これね一株なんですけどPW の、はい、スーパーベル、うん、ダブルミルクレープ、花はねすごい可愛い、可愛いやつですごい大人気でした。はい、はい、でもうこういうのをバセで切りましょう。切り時ですね、はい、ちょっとね切っちゃいます。この株はカエガラムシもいたので、そういう時はスプレーをねかけて、同じスプレーで対応できますので、ぜひかけてみてください、はい、でね、ペチュニアもね切り戻していきたいと思いますので、場所を移動していきたいと思います。はい、はい、すごいこんな感じですけど、はい、これも切っていきます。あの、はい、花がらずみがねもう大変なので、バッサリ切り落として一石二鳥という感じにしたいと思います。はい、はい、どんどん切りますよ。切りまくりですね。はい、どのぐらいの鉢に植わってるかっていうのが、あ、これね4株植わってます。へえ、 PW のスーパージュニア、うん、リスタシリーズですね。こんなにカットしました。すごい。カットして分かったんですけど、実は3株、3株上だったって言ったの。3株であのボリュームですね。すごいですね。2週間後ぐらいには花が上がってると思います。はい。ちょっとね楽しみですね。この後もさっきのカエルブラコアと同じように処置をしてやっとけばもう全然大丈夫です。はい。今回は、ペチュニアとカリブラコアの真夏のね作業をご紹介しました。これからねすごい暑いんですけれども、暑いからこそ成長がすごくね、あのペチュニアはいいお花なので、暑さを味方につけてどんどん皆さん楽しんでいただきたいと思うんですけれども、切ってからだいたい2週間3週間でお花もね見れてくると思うので、たくさんある方はね全部いっぺんに切るというよりかはこうランダムに切ったりとかしてみてお花をね楽しむっていうのも一つの手だと思います。サニベルではインスタグラムをお店でやっていますので、成長過程とかいろいろな情報がそちらからもゲットできると思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。この動画が良かったという方はグッドボタンもよろしくお願いします。そしてこのチャンネルでは園芸を楽しむための知識を初心者の方にも分かりやすくご紹介しています。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。